皆さんこんばんは。小室由里のネットでウィークエンダー第2回目でございます。ネットでウィークエンダーはですね、昔あの新聞によりますとっていう夜の番組があったんですけれど、はい、まあ、テレビ3面記事ってやつですね、それにちなみまして、男女のコミュニケーション専門家を務められています小室由里さんに、まあ、巷であったニュースとか事件の中からセクハラとか性被害に関するものを取り上げさせていただいてコメントをしていただこうという番組でございます。はい、私はあのストーリーを回していくのと、あと何か男性の意見とか経験を求められた時に、嘘をつかずに正直に話す人間ということで存在させていただいてます。良次と申します。よろしくお願いします。嘘をつかない良次。じゃあ第2回目で小室由里さんが取り上げられたのはこちら、はい、ライブドアニュースに載っていたんですけれどもね、デイリー新潮、デイリー新潮、言いにくいね、デイリー新潮、はい、デイリー新潮編集部の2020年10月20日掲載の記事、その服似合ってるねはセクハラか、パワハラセクハラの境界線を弁護士が解説という、はい、でまあサブタイトルでね、俺が髪型を褒めたらセクハラだ、ね、イケメンが褒めたら嬉しい、はおかしいじゃないかと、はい、はい、いうのが出てますけど、これは弁護士さんが言ってるんです。いや、これを弁護士が解説するってことですね、なるほど、はい、はい、これでもあれですよね、第1回目でやったアンアンの山田涼介ならいいのかっていうのと同じですね、ちょっと通じますよね、これ。でもこれ服装とかだったらまだなんとなくわかるんですけど、髪型褒めただけでセクハラだって言われるこの人もなんか問題があるんじゃないかって気が個人的にはしちゃいますけどね。涼次はちなみに、はい、ご自身が髪型とか服装を女性に褒めたら、はい、どっちは言われると思います？セクハラだって言われるか、髪型ぐらい服装だとちょっとセクハラって言われる時もあるかもしれないですね。あそこやっぱりアンテナが立つ。まあ、あの私も男性なので、やっぱり胸が開いてたりとかね、で足美脚がなんかアピールされてるものだったりとかしたらそこに目がいって、まあ、ついそこに言葉で触れてしまいがちだと思うんですよ。あ、そうなんだ、はい、よかれと思ってでしょ、それって。まあそうですね、まあでも、いや本当足綺麗ですねって言ってセクハラだって言われたことありますよ、やっぱり。あ、そうなんだ、あります、あります。あ、そう、まあそんなに責める感じじゃないですけど、こう口をするセクハラだみたいな感じで嬉しいのかつまんねえのかどっちなんだっていう感じでしたけど、あ、どっちなんだろうね、微妙だね、微妙ですよね、微妙、ただまあね、髪型だったら大概嬉しいになるんじゃないですか。でむしろ髪型変えて何にも気づかなかったらダメって言われたりするじゃないですか、恋愛のね、方程式だと前髪切っただけで気づいてくれないと嫌みたいな、そう、昔営業やってた時とか取引先の女性とかからも言われましたよ、私髪切ったのにって言われて、気づいてくれないって、気づくかそれはね、あのだいぶ短くなったりとかそういう極端な変化であればね、ずっとストレートだった人がパーマかけたとか、それは気づくんでしょうけどね。前髪切ったぐらいじゃ男性気づかないですよ。前髪だったら気づかないですね。気づかない。それはちょっと本当気づかないと思う。それを怒るのは勘弁してほしいなと思いますね、でもこれって夫婦の喧嘩のもと、気づかない、なんで私のこと気づかないの、毎日毎日顔見てるでしょ。なるほどね、よくある、よくある。でもあの髪染めたりしたのとかでも、光の加減で結構分かんなかったりする時もあるじゃないですか。ある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 、そういうので言われてもちょっときついなっていうのは若干ありますけどね、男性側としては、なるべくアンテナ立てておこうとは思いますけどね。アンテナ立てきれないよね、そこね、まあ、だから私はね、バツイチなのかもしれないですけどね。いや、同じくバツイチです、はいはい、でまあこれについてですね、あの弁護士の人の、はい、解説がいろいろついてるんですけど、まあ、あの井口博さんという弁護士の方が解説をしていて、で記者の方とこの弁護士の方の会話形式で文章進んでいくんですよ、で各種ハラスメント、職場におけるハラスメントの基準というのは、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものがハラスメントとして認定されると、はい、
いうことなんですね。だからパワハラなんかの場合は、指導の一部でちょっときついことを言っても通例的にこれぐらいの会話普通するだろうというものであれば、ハラスメントには当たらない、業務上必要だと、そうですね、はい、っていう判断基準があると。でそれに対してですね、セクハラに対してなんですけど、基本入ってきてはいけないものですよね、業務上。性的な発言というのは、言葉はそもそも業務に関連がないので、他のものを不快にさせる職場における性的な言動、および職員が他の職員を不快にさせる職場内における性的な言動、これはもうそもそもセクハラであると、要は相手が不快と感じた時点でストップがかかるっていうのをなんとなく話されてますね。業務上必要かつ相当なっていうのが外れるってことですね、セクハラに関しては。で、その記者の人がそれなら何でもかんでも被害者が嫌だって訴えたらセクハラになるじゃないか、日常会話もできないじゃないかと、いうのに対して、井口弁護士はですね、それはセクハラの成立と責任を分けて考えないことから生じる誤解であって、相手が不快になればセクハラにはなる、でもそれで責任を負う必要があるかどうかは別であるということですね。なので、上司が女性の部下にその服似合ってるねって言ったけれども、その女性はとにかく服装のこと言われるのが本当に不快だったと、その相手にもよるんでしょうけど、でこの時女性にとって上司の発言はセクハラにはなります、ただし、責任を取る必要まではない、これぐらいの会話は普通に行われているものなのでと、でその女性はもし嫌なのであれば、服装のことを言われるのが不快ですと言って、で上司は申し訳ない、これからは気をつけますよと言えば済む話じゃないでしょうかっていうことですね。ただしっていうのがやっぱりついていて、その後また同じような発言をしたらこれはもう責任が生じますっていうふうに締めくくられてるんですけど、それを聞いた記者が、聞くほどに職場は地雷だらけのような気がしてきましたっていう感じの内容で終わってるんですね。こういう流れになっちゃうんですよね、要は。このね、私やっぱりセクハラの予防法の講演とかをさせていただくんですよ、経営者さんに、そうするとやっぱりこの話題ってよくよく出てくる、本当天気の話しかできないとかって、それって今までの慣例だけにフォーカスを当ててるなって私的には思うわけですよ。今までの慣例、そう、今までこうだったからっていうところだけにフォーカスが当たっているんじゃないかなって。でこれだと職場には地雷だらけってあるじゃないですか、この地雷って誰の話って思うわけですよ。この記者の最後の言葉、感覚ちょっと変ですよね。変、あれと思う、私もそう思ったんでわざわざここに一行入れたんですけどね、弁護士の解説じゃなくて、そうなんですよね。 そこをなんかセクハラってセクハラ何をしちゃいけないっていうボーダーラインを決めることで解決はしないんですよ。でもう一つ私感じたのが、これを弁護士が論じていて、それを男性が正しいことだと思って読んでいる以上、社会なかなか変わんないんじゃないかなと思うんですよね。変わんないな。責任取るか取らないかがセクハラであるかないかっていうのとは全く関係ないですからね。そうですね。ここは本当にその責任と、なんだっけ、責任と成立と責任か、これはね、女性も知っておかないといけないことだと思う。女性側も自分が嫌だと思ったらセクハラだと言っていいというのが、そろそろ規制概念としてできてきてる、けどもこの責任っていうところを、じゃあ求めるとすると、多分まだまだ女性部が悪い。そうですよね。ただただ言えばいいってもんじゃない。ここまで誠実と責任を、コンプリートさせるつもりがあるのであれば、それは明言していいと思うんですよね。その責任を取るっていう、だから
それこそ訴えるとか会社に報告するとか、うん、そこまでの行動を起こしてもいいと思うんですけど、うん、ただただ自分が嫌だなって思うぐらいだったら、うん、この後の後ですね、うん、はい、私はそういうことを言われるの好きじゃないですって、うんうん、これコミュニケーションじゃないですか、うん、で上司の方があごめんねって謝る、うん、はい、うん、ここを成立させなきゃいけないところ、うん、そうですよね。この地雷だらけっていう発言と、うん、この責任を負う必要があるかどうかは別ですっていうところのつながり考えちゃうと、うん、じゃあ例えば女性一人で男性の部屋に行ったらその時点でもう合意なんだっていう考え方が昔ありましたけど、あら、うんうん、そういうのも違うじゃんっていう話ですよね、うんうんうん、はい、何もしないから そう何もしないからってやつね、うんうん、はい、ホテル行っていや、うん、入るだけだからいやお風呂入るだけだから、はい、いやベッド入るだけだからみたいな、楽しくなってきた楽しくなりましたそういう経験があるんですね。私ないんだよね。ああそうなんだ、うん、あのちょっとだけだからって言われるような、うん、どうやら女ではなかったらしく。なるほどですね、はい、あの壁が高かった、はい、すいません、はい、すいません、うん、ちょっとあの悪くない意味での地雷を今踏んだかもしれないですね私大丈夫です大丈夫ですか、はい、なのでね、まあ、やっぱりこれはちょっと男性があのこういう文章の成立の仕方を成立させちゃってる読み手も記者も問題なんじゃないかなって思うんですけどね、うんうんうん、どうしてもこう週刊新潮さんにじゃあ女性の記者がいるかっていうといないし、あ週刊新、まあ、週刊新潮さんのことを悪く言うわけじゃないんですけど、はい、やっぱり男性社会、うん、私が知る限り男性社会のこう編集部さん、はい、だなと思うので、まあ、私も週刊誌の知り合いはいっぱいいますけど、まあ、基本男性ですよねやっぱり、うん、でも男性じゃなかったら、うん、あれだけの情報量と、うん、コミュニケーション能力で情報を引っ張ってこれなかったっていうのも事実あると思うんですよ。あのパワーがあったから、うん、ね、作り上げられてきた雑誌だと思うし、うん、はい、でもただここからはちょっと違うんじゃないの、うん、っていう自分たちに対しての ね、うん、疑問符を持っていくっていうのは必要じゃないかな、はい、そろそろ日本もそういう下地ができてこないと、うん、もうそれこそもう日本各国どこでも MeToo 運動やってるみたいな感じになっちゃいかねないですよね、うん、本当に、うん、まだまだ MeToo 運動それこそフラワーデモとかもね、はい、あの男性には全く理解されない、うん、はい、ところだと思うので、なんでこういう活動が女性たちに支持をされるのかっていうところにほんのちょっとでもいいから目を向けてもらいたいなと思いますよね、うんうん、はい、はい、それでは今日の弁護士の解説の記事取り上げていきましたけども、はい、まとめていただきたいと思います。はい、うん、そうですね、うん、職場の地雷、うん、これは男性も女性にも言えることだと思います。なるほど。以上。ありがとうございました。ありがとうございました。